はい、どうも、こんにちは、風川です。ちょっと更新遅くてすいません。5月なのに暑いですね。まあ、関係ないですけど。まあ、フォトモードはこんな風に空中に浮いている、木くずとかも綺麗に止まってくれますんで。はい。まあ、以上です。まあ、前回は最後ちょっとめちゃくちゃな終わり方でしたけど、まあ、銃殺して、まあ、3人で逃げようということで。まあ、レノフだったっけ？に、まあ、勝手に、ね、まあ、勝手な動きで、まあ、ちょっとドタバタしてるんで、まあ、流れ的に、これはもう脱獄というパターンになってしまってますんで、まあ、これはもう流れに身を任せるしかないと。もう巻き込まれてますんで、まあ、戻ることもできないですよね。はい、じゃあ、やっていきます。音声とか、もう、パートを重ねていく感じで、まあ、調整していきますんで、よろしくお願いします。よし。喜ぶのは早くないか。よいしょ。よいしょ。まあ、あいつのせいでな。まあでもナイスだとは思ったよ。まあ宝に目がくらんでたからね、あの人は。よいしょ。いいね。ずっとそこ探しお。てね。いや、気づいてたの。サリー結構バレてたぞ。よいしょ。よし。レイフだった、レイフだった。すいません。あー、なんかレイフ怪しいよな、ほんと。敵に転ぶんじゃないかな。うわ、よいしょ。バレてるわ、これ。よいしょ。逃げろ、逃げろ。あ、こいつだけ銃持ってんだな、そういや。うおー、来た、おなじみの。パイプが外れるみたいな。結構いい銃じゃない？よいしょ。まあ、この道を教えてくれたのはサリーですからね。サリーじゃねえ、サリー。すげえ、よく当たらなかったな、今の。いやー、やっぱ撃たれたから。おい、これはやばいぞ。ちょっとこの状態で力入れるとやばいんじゃないか。ああ、そんな。逃げないとやばい。ダメだ、サムが。やだ、死んだ。ほら、ボーダー壁のすぐ外にある。いやだ、できない。サム、まあ、ショックだよな。サムは死んだんだ。お前もここで死にたいか。好きにしろ。ああ、ここで見捨てちゃいけないよ、レイフは。すごい人材なんだから。 あ、でもついていくんですね。まあ、あれは死んだと思うよな、でも普通。まあでもすごい、葉っぱの動きとかすごいね。ああ、まあ仕方ないね。お、どこ行った、どこ行った。おお、ちょ、大丈夫か。こんな悲しい状況でいけるのか。うわ、高い。うわ、あ、そうだ、ボード用意してたって言ってたな、そういや。まあでも、目の当たりをしたらショックだろうな、あれは。 相当でしょう。あ、やっとオープニングですか。 はい、ノディドックスさん、はい、素晴らしいですよ。アンチャーテッド、字幕いらないよ別に。 そっかそっか、これ海外版と同じ感じか。そっかそっか。はい、飛ばします。